は私の朝のルーティーンを撮っていこうと思って、本当に寝起きすぎて声がやばいね。 OK で、なんだっけ、そう、今何時、今5時29分5時ちょっと過ぎに起きて、子供がまだ寝てる間に朝ごはんを今から作っていこうと思います。顔やばいね、超パンパン。なんか用意してるとこも撮っとくね。声やばいね。何入れようかな。だいたい決まってはいるんだけど、スムージーのメニューはなんか朝はちょっとこう緑系のスムージーにすることが多いから、今日はパンケーキを焼いてあげようかな、子供には。はい、東京のねスムージーの中身は、そう、緑の葉っぱがなかったから今日買い忘れちゃって、代わりにスピルリナのパウダーを入れようかなって。あとアボカド、キウイ、バナナ、これはなんかねマンゴーとかパイナップルとかそういうのこうミックスされたやつ、あとは、まあ、タンパク質取るためにピーナッツバター、ピーナッツバター入れること多いかなスムージーには。あ、そうだ、あとねランチップス、ランチップススムージーに入れると超美味しいの、つぶつぶした食感がなんか残って、今日はこんな感じでソイミルクで作っていきます。ちなみにこれなんだけど、これ実はもう凍ってて、そう、なんかコストコとかでなんかオーガニックのバナナとか安いから大量に買って、もう買ってきたらすぐにスムージー用と食べる用と分けるんだけど、これはもうスムージー用で昨日も全部切って冷凍してたやつです。はい、こんな感じで、さっきのミックスフルーツとバナナと、バナナねもう一本後ろに入ってる2本、この感じでソイミルクも入れて回していきます。超美味しそう。やっぱりこれ片手で取ってさ、片手で取るのちょっとね、一緒じゃない、片手で取って、片手で取ってたら片手で取って片手で入れるの。友人の完成。おいしい。2秒、2秒でなくなる美味しさ。で、ここから息子の朝ごはんを作っていこうと思うね。Yeah, it's pancake time. あれ、卵あったっけ？あ、卵ないな。卵なしで作るね、今日。フラックスシードを卵代わりにします。なんかビーガン料理とかってさ、結構卵使えないからさ、困る人多いと思うんだけど、意外と卵なくてもね大丈夫だ。フラックスシードね、これ大さじ1杯ぐらいかな。一旦水に浸します。10分ぐらいかな、だいたい倍、2倍ぐらいの量でね。見えないよね、実は。で、本当はこのフラックスシードは粉々、
フードプロセッサーとかで粉々にするか粉々のやつを買って、そう、水に浸した方が卵のつなぎ代わりにはなりますけど、昨日ちょうどお友達に小さいミキサーをあげたばっかりで粉々にできないから、私はもう今日このまま作っちゃうね。さっきのフラックスシードね、なんかわかる、こんな感じでちょっとねドロッとしてくるの。これを卵代わりに使うので、今日これねパンケーキミックスなんだけど、米粉とかひよこ豆、マカデミアナッツ、キヌアパウダー、キヌアの粉とかでできてるんだって。グルテンフリーのパンケーキ、これ美味しいよ、すごい。なんか私結構グルテンフリーのパンケーキこう買うけど、なんか硬くなりすぎたりさするわけ。これはめちゃくちゃ美味しい。砂糖はそう入ってないから甘みは自分で足してね。私はいつもパンケーキの時はココナッツシュガーでお砂糖1袋。どんぐらい入ってるんだろう、 10g ぐらいかな。ちょっとチェックしようか。よ、全然 10g 産んなかった、ごめん。 4g だって。でココナッツシュガー入れます。あとなんかさ、グルテンフリーのさパンケーキのいいとこはさ、あのすぐ溶けるっていうの、なんていうんだっけね、それがいいよね。楽じゃない、なんか小麦粉とかって固まるじゃん。ここに豆乳を入れるよ。でさっきのフラックスシードのこのトロトロをどんぐらいでようかな、お酒いっぱいぐらいかな。でなんかマカデミアナッツが入ってるからね、つぶつぶしてんの。最初これマカデミアナッツって気づかなくて、ずっとつぶしててさ、ひたすら全然潰れないな、これ。もう食べてみたら分かるね、なんすか。なんだと思って。ね。よし、焼こうか。こんにちは。ココナッツオイルで焼いていきます。焼いたらまた、大さじ1杯ぐらいを、これはちょっと見せるね。ココナッツオイルね、食べながら料理するの大好きでさ、食べながら料理しちゃうんだよ。やっぱ作り終わったらもうお腹いっぱいなんだ。美味しそう。やばい、まあ食べたら一緒だから。息子がまだ起きないのがすごい、あの子すごい早寝早起きだから、とか言って起きてないなと思いきや、意外となんか一人で遊んでたりする時とかあるから超びっくりする。なんか大きいの焼くときもあるんだけど、割とちっちゃいのを焼いて並べる方が好きかな。カチッ。何枚ぐらい食べるか。
机に寄ってきてもらうっていう。完成。息子は起きて、まあ、なんかリビングでね遊んでるんで、今の間に朝のスキンケアをします。で、私洗顔しないんで、この炭酸水の化粧水、炭酸水の化粧水っていうのはただの炭酸水なんだけど、コットンにさらっとつけてこうやって拭きます。朝は洗顔せずにも拭くだけでも、なんか本当に朝の洗顔しなくなってすっごい肌が良くなった。で、私はなるべくねプラスチックゴミを減らしたいので、こういう木のブラシの木のブラシ木のブラシだったら超痛いよね木で作ってある、そう、歯ブラシを使う、買ってる。 OK、 いや、この炭酸のスプレー本当気持ちいい、大好き。もうずっと使ってる、昔から。なんか私汗腺ってさ、皮膚の病気なんだけどさ、なんか汗腺の時でも全然なんかちっちゃい頃に言ったよねそう、汗腺のがちょっと出てる時とかでも全然気にせず使えるからめっちゃいい。ヘアバンドするの遅くないみたいな。そうで、ね、ネロリラボタニカ大好き。体中につけるっていう。なんか息子が本当に喉爆睡してて5時とかで、私も目覚めちゃっての時とかは一人でお風呂とかゆっくり入ったりとかする日もあるんだけど、基本的にはスクールの送りもあったりするからさ、こんな感じかな。はい、そして次コーラ。うわーとか言ってるね。ほら、なんだっけ、ミランダ母さんがやってるやつね、あのノニとか入ってるビタミン C セラム塗ります。で、ネロリラのこれアイクリームね、これ大好き。何本目だろうっていうぐらい。クリーム塗って、やっぱなんかね、アイクリーム塗るとやっぱ目元がちゃんとパウンとするよね。OK、できた。完璧です。でも息子はなんかね、起きてすぐにご飯を食べないの。一旦なんか遊んでからご飯を食べるから、その間にこういうのパッとやっちゃって、で、お着替えもします、今からこんな感じです、いつも毎朝な、何かと戦ってるのよ、もう自分仮面ライダーだからさ、本人が。よし、ということで、お着替えタイムします。あ、息子を送るだけなんで、基本的には朝はワンピースが多いかな。今日もワンピでいっか感じで、ちょっと着替えました。はいって感じかな、朝はね、いつも。
わ。3。何？3。あー、3寝たよ。で、雨だけどね。はい、どうぞ。こんな感じで朝ごはんを、イエーイ朝ごはんを食べながら、ビーってあのブルーベリーのことです。朝ごはんを食べながらね、遊ぶ時間を過ごして、スクールに行く感じかな。今も多分7時ぐらいかな、きっと。って感じで、あ、もう息切れしてるよ。っていう感じで、毎朝必ずこうとは限らないけど、まあ、大体こんな感じで用意して、息子にご飯あげて、自分の用意もババッとしちゃって、スクールに送り届ける毎日かなね。夢中みたいですね。そしてどうするの？食べる。おいしい？おいしいわ。やだ。やだ。はい、おいしいね。はい、こんな感じで私の朝のルーティーン、ルーティーンかな、ルーティーンでした。バイバーイ。